どうしたの急に。どうも俺、必殺技ってのをひらめいちまったらしい。すごく強力な技になると思うんだよ。必殺技？ああ、冗談で言ってるんじゃないぜ。本物の必殺の技だ。ああそう、でも私そういうのは特に。マジで興味なさそうな反応しやがって。タオなら分かってくれるだろ。あ、うん、あ、まあ分かるかも。いや、やっぱり分からないか。ああそうかいそうかい、一人ではしゃいでる俺が幼稚なだけってか。でも見てろよ、今度魔物と戦うことになったら俺に冷たく当たったことを後悔させてやるからな。なぜレントがそこまでムキになってるのかもわからない。さあ何を入れよう。さあ何、どれがいいかな。これで、さあどうだ。できた、バッチリ。どこにし、さあ何を入れよう。いいもの、できそう。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそう。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。どれにしようかな。これで、さあどうだ。できた、バッチリ。少しは成長できたみたい。どこにしよう、何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じ。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるの。さあ何を入れよう。いいもの、でき、どれにしようかな。これでいい。さあどうだ。悪くないんじゃないかな。できた、これならタオも納得できる強度があるはず。あとはこれを島の地下の大部屋まで持っていけばいいんだよね。どこに行くんだ。よし。あのさ、これで大丈夫かな。ありがとうライザ、早速取り付けよう。うん、みんなタオを手伝うわよ。おう、って言っても俺は力仕事しかできねえけどな。私だってわからないよ、教えてもらいながらできることをやろう。さて、いけるかな。もし失敗したらどうなるんだ。そんなのもう一回作り直すだけよ。大丈夫、ライザはちゃんとできる。私そういうの分かるんだ。ありがとうクラウディア。さてと、島を浮かべてる装置に影響が出ないよう、ほんの少しの力で動くかどうか確認しないと。音が消えちまったぞ。どう、タオ。うん、成功だ。ちゃんと動いて機能したみたいだ。あとは動力さえあれば炭水化装置は昔みたいに動くはずだよ。
よっしゃー、よかったね、ライザ。うん、実は結構不安だったんだけど。おいおい、マジかよ。だってクリント王国の錬金術だよ。そういう超技術の塊みたいなの、私が作っちゃったんだね。そうだよ、だから言ったじゃない、ライザならできるって。うん、本当にありがとう。でもこの修理が終わったってことは、一番難しい問題がとうとう来たのかな。ああ、動力だな。まずタオの監視のもと、私とお前で動いてる状態を確認しておくか。何を探すかから始めなきゃいけないからね。気長に構えてる場合じゃないのに、もどかしいな。魔石のように見えるけど、実際は全然違う。それだけしか感じられない。いくらお前が才能のある錬金術師でも、元となる知識が全くなければそんなものだ。だが今のうちに観察して、感覚で分かることだけでも掴んでおけば、異界での探索に役立つだろう。問題はフィルッサの動向だな。石膏の次が来たらいよいよ危ない。やれることをやれる限りやって、進んだ分だけ何かに近づいてるのかな。島を作っちゃったなんてすごい。やあ、やあ、やあ、どこに行こうかな。よし、よし、休んじゃおう。ふう、休まるね。
ねえライザ、ちょっとみんなで外に出てみない？ん？うん、いいけど。人工島とは思えない。それとも人工島がこれだけ綺麗なことに感動すべきなのかな。クラウディア、何か用があるわけじゃないのか？ないよ、ライザがあんまり休まないから連れ出しただけ。根を詰めるばかりじゃ潰れちゃうでしょ。確かにその通りだね。休まないと頭も働かないってのは忘れるくらい頑張ってたし。ありがとうね、クラウディア。どうも私、突っ走ると自分すら見えなくなるみたいでさ。それはみんな知ってるよ。タオ、あんた、お前たち、揃ってたか？一緒に来てくれ。どうしたの、二人とも、そんなに慌てて。入江の門だ、ピルフサが這い出している。いよいよってやつか。やってやるぜ。住んでいる水がどれだけきれいかで調合材料として適しているかどうかが変わってくる。覚えておく。よし、やったね。よし、どこに行くんだ？よし、行くぞ。私たちが見た時と違って単独になっているな。監視だけ残してあとは引き上げたか。あれって石膏じゃない？前にリラさんが言ってた石膏の次ってやつかな。そうかもしれん。だが今、そうだな、まずはぶっ倒す。よし、行くよ。必ず勝とうね。行くよ。そこだ。それ、リラさん、お願いします。それ、行くよ。リラさん、リラさん、お願いします。援護します。行くよ。しびれろ。ライザ、一緒に行くよ。行きます。リラさん、お願いします。リラさん、一気に行く。それ、ライザ、ライザ、やってみろ。一緒に、それ。持っていけ。ライザ、一緒に行くよ。ライザ、やってみろ。私に続いてくれ。くれてやる。一気に行く。それ。勝ててよかった。立ち止まっている時間、まだまだ強くなるよ。演奏も上手くなってるかな。よし。なんとかなったな。あの渇きの悪魔は倒しちゃったんだね、僕ら。リラ、どうだ？やはり間違いない。こいつは空読みだ。空読み、どういう意味なんですか？名前の通り空を読む。つまりその地の気象を鋭敏な感覚で観測する特別な種だ。それってつまり、
こっちが歓喜になったことがフィルスタにバレたってことだよね。ああ、こっちに雨が当分降らないことを虫歯みの女王に知られてしまったんだ。つまりいよいよ来ちまうのか、大侵攻が。どれくらいの時間で攻めてくるんですか。巨大な群れとして動くから今すぐというわけではないだろうが、もう猶予はない。そんな、一体どうすれば。まずはアトリエに戻って今後の作戦を考えよう。よし、あった。やあ、草なら俺でも集められそうだな。やあ、毒があるんじゃねえのか。おいおい、触っちまったけど大丈夫かよ。やあ、やあ、やあ。どこに行くんだ。ねえ、どこに行くんだい。大侵攻を止める方法はないの？ないだろうな。よりにもよって虫歯みの女王の支配地の近くで門が開いてしまった。奴ら喜び勇んで殺到してくるだろうよ。門をぶっ壊すのはダメなんだよな。ああ、門に込められた莫大な力が解放されてとんでもない被害が出る。こっち側の遺跡を壊して門を水で囲うのは。一匹二匹ならともかく、大侵攻ともなれば多少の水は味方の死骸で埋めて乗り越えてくるだろう。門の封印は無理にでもできませんか。封印は繊細な作業だ。フィルフサがいつ群れをなして飛び出てくるかって状況ではとても無理だな。逆にどういうことならできるの。今すぐできることとなると、一つはあの古式ヒグを今すぐぶち壊すことかな。もし聖地の水が一瞬で元通りに戻ったなら、そこそこの足止めくらいにはなるかもしれん。それでもそこそこの足止め程度なんだ。すでに女王が群れを率いて救っちまったんだ。水が戻ってもその勢い自体は消せないだろう。その方法をとっても奴らが来る可能性は高くて、しかも島は歓喜の中で水を失う。もう一つの方法は、かつてクリント王国の連中がそうしたように息を潜めて島に引きこもることだ。大侵攻が何もかも飲み込んで荒らし尽くすのを歓喜が終わるまで眺めてるってこと。でも
この地方の島以外の場所はあの古城や塔みたいになってしまうんですよね。歓喜の間中、群れは広がっていくだろうな。正直、この場合どれほどの被害が出るかは見当もつかん。もう一つできることはないでもない。教えて。我々の方から打って出て、虫歯みの女王を倒す。そうすれば統率者を失ったフィルフサの群れは瓦解し、大侵攻もついえる。お前ならそう言うだろうと思ったが、成功の確率を考えるだけ馬鹿らしい無謀な行為だ。でもそれが一番確実な方法なんだよね。俺は付き合うぜ。要するに俺たちが頑張りゃすっきり片付くんだな。私もライザが行くのなら今がもらった勇気を返す時だと思う。当然提案者の私は行く。アンペル、お前も格好つけてないでさっさと言え。分かっている。だが誰かが慎重論を唱えなきゃいけないだろう。出なければ生きづらい奴が。僕も行くよ。何？しかし、しょうがないって付き合うわけじゃないよ。うまく言えないけど、やっぱり僕も行かなきゃ。やれやれ、余計な気を回しすぎたってことか。大人ってのはこういう時いまいち格好がつかんな。これで言い訳は終わりらしい。ライザ、思いのままにやれ。みんなありがとう。にしても虫歯みの女王の城に殴り込みか。冒険もここに極まれりって感じね。やっぱり村の人たちには知らせないんですか？以前も言ったが、私たちの目的は門をはじめとするクリント王国の遺産を密かに封じることだ。また別の誰かが異界に触れる機会を増やすわけにはいかない。悪いが、これは私たちの前提だ。それに半端に喧伝して混乱を起こされると無用の被害も増えるだろう。せめて真実を知るボース少年に、我々が出発した後それとなく街道の往来を止めてもらうことにしよう。なに、要は俺たちが勝てばいいんだよ。気楽に言うな。でも本当にそうするしかない。そうでなきゃ僕らはって状況なんだよね。私たちの命がけの戦いは村の人たちの誰にも知られないまま始まって終わるんだね。それでいいんだよ。この戦いはなんてことない当たり前のものを守る私たちだけの戦い。明日も普通にやってくるなんてことない一日のための戦いなんだよ。いい覚悟だ。じゃあこれからお前たちのそれを、なんてことないものを、もう一度見直してこい。その間に私たちが出発の準備をしておこう。うん、みんな、それじゃあ一旦解散ね。またここに集まって出発しよう。